ということで、皆さんこんにちは、こんばんは、レオでございます。ここは東京都品川駅です。今回はこの品川から特急トキワに乗って勝田駅まで向かいます。乗車するのはグリーン車です。 E657 系のグリーン車に初乗車。一体どんな座席なんでしょうか。座席の指定を受けていないお客様と特急券を車内でお買い求めの場合、駅での発売額と異なりますのでご了承。グリーン車ですのでフットレストがついておりますが、かなりね簡易的なもの。ドリンクホルダー、網ポケット、そしてテーブルはグリーン車特有の前にね出すことができるような作り。携帯電話をご使用の際は周りのお客様のご迷惑となりませんよう枕は可動式となっております。これなかなか便利ですよね。グリーン車らしい作りです。さあリクライニングはというとかなりしっかり倒れますし、これスライドするんですよ自然と。これもまたいい機能ですよね。素晴らしい、いい座席です。ふっかふかの座席。これで品川から勝田まで乗っていきたいと思います。ということで品川駅を出発、少し遅れての、出発です。2月13日の地震の影響で一部区間速度を落としての走行ということで少し遅れるそうです。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急トキワ71号勝田行きです。途中東京、上野、柏、龍ヶ崎市、牛久、土浦、石岡、友部、水戸に停車いたします。まもなく東京に到着いたします。お降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。東京の次は上野に停車いたします。本日もJR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急トキワ71号勝田行きです。次は柏に停車いたします。 Ladies and gentlemen, welcome aboard the Tokiwa Limited Express bound for Katsuta. We will be stopping at 柏、龍ヶ崎市、牛久、土浦、石岡、友部、and 水戸。Passengers without a seat reservation or limited express ticket may sit in seats displaying a red lamp. However, even though the seat is currently vacant, it may have been reserved for a later part of the journey by another passenger. 常磐線特急には特急日立と特急トキワの2種類があります。特急日立は速達便、特急トキワは停車便となっております。停車便というか停車駅パターンが多い便です。そしてこのようにして速度をかなり落として通過しております。こういった場所で一部区間、速度を落として走行するため、本当にね遅延が発生しているという感じでございます。しかしこの後過ぎてからは、かなり爆速でね130キロの運転を、見せてくれます。
柏に到着いたします。東武アーバンパークラインはお乗り換えです。お降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。柏の次は龍ヶ崎市に停車いたします。JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急ときわ71号勝田行きです。BGM の最初の方がちょっとおつづれしちゃって、最近そういった不具合が多くて困ってるんですよね。聞きづらくて申し訳ございません。ということで列車は土浦駅を出発です。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急ときわ71号勝田行きです。まもなく水戸に到着いたします。水郡線、鹿島臨海鉄道、大洗鹿島線はお乗り換えです。お降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。水戸の次は終点勝田に停まります。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。列車は水戸駅を出発、勝田駅はもう一駅先です。あっという間の時は号の旅でした。ということで特急ときわ号は終点の勝田駅に到着いたしました。
いや、グリーン車本当素晴らしいですね。そして E657系も本当に素晴らしい性能でした。ということで今回はトキワ号の乗車記でした。ご視聴いただきありがとうございました。